どうも、今年登録者数3000人が目標でおなじみ北山カンフージェネーションです。今日の動画はポルカドットスティングレイのただただ好きな曲5000でございます。よろしくお願いします。このただただ好きな曲5000という動画はですね、読んで字のごとしなんですけど、僕が、そのアーティスト、バンドだったりミュージシャンの曲で、ただただ好きで聴いている曲、おすすめしたい曲を5曲選んでご紹介していくという非常にシンプルな企画でございます。ちょっと前までね、この企画ちょこちょこやってたんですけど、僕のこのチャンネル、去年までね、頭に音楽解説とカッコでついて北山カンフージェネーションのチャンネルっていうね、ちょっと長めのチャンネル名だったんですよね。でその音楽解説って言ってるのに、蓋開けてみたら僕が好きな曲をただただ喋ってるっていうのはね、ちょっとちぐはぐなんじゃないのと、看板詐欺なんじゃないのみたいな感じかなと思ってやめてたんですよね。ただ今年からこのチャンネル名前がですね、北山のざっくりミュージックというですね、めちゃめちゃ逃げ道の多いチャンネル名というか、はい、ざっくりって言ってるから、比較的何やっても大丈夫みたいな感じになりまして、さらにね、視聴者さんからですね、もうただただ好きな曲のやつやんないんですかっていうお声をいただきまして、じゃあちょっと復活させようじゃないかということで、今年からね、月1ぐらいでやっていきたいなと思ってるシリーズなんですけども、そんな復活第1弾がですね、ポルカドットスティングレイを取り上げさせていただきます。このポルカドットスティングレイというバンドね、ロキノン好き、ホーロック好きの人の間ではめちゃめちゃ有名なバンドですね。もしかしたら世間的にも結構名の知れたバンドかもしれないんですけども、僕ね、このポルカドットスティングレイ、メジャーデビューちょっと前ぐらいからずっと聴き続けてるバンドなんですよね。ただ今までこのチャンネルであんまり触れてこなかったんですよね。というのも、そのあまりにもこう有名なバンドとかミュージシャンになってくると、どういう切り口で喋ったらいいのかいまいちわかんないっていうのがね、正直なとこなんですよ。名前は知ってるけどあんまり知らないよ人についてはこの人って何者とかね、この人って何がすごいみたいな切り口からいけたりするし、逆にあんまり有名じゃないというか、これからの人については、これから来ますよって切り口でいけるんですけど、そこそこ有名でそこそこみんな知ってるってなると、どういう切り口で喋ろうかなと思って触れにくかったりするんですけど、今回ただただ好きな曲について喋っていく、そういうシンプルな動画なんですよね。なので、僕がポルカドットスティングレイの曲で何が好きなのかっていうのについて喋っていく、非常にシンプルな動画なんですけど、ぜひね、最後までご視聴いただいて、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しい限りでございます。ということで、それでは早速やってまいりましょう。はい、ということで、ポルカドットスティングレイのただただ好きな曲5000喋っていきたいんですけど、ちょっとその前にね、ポルカドットスティングレイあんまり知らない人がもしかしたらいるかもわからないということで、簡単にね、ご紹介していきたいんですけど、このバンドはですね、福岡出身の4人組バンドなんですよね。で、写真見ていただければわかるようにね、非常に全員キャッチーなビジュアルしてるんですよね。ボーカルのしずくさんはもちろんのこと、他の男性メンバーも非常に個性が際立ってる、そんな4人組なんですよね。で、このバンドを一言で説明するとすればね、アーティストというよりミュージシャン、そんな4人組なんですよね。というのも、このバンドめちゃめちゃタイアップ曲多いんですよ。というのも、企業と、コラボというかね、何かのコマーシャル的な感じでそれに当てて曲を書くっていうことがめちゃめちゃ多いんですよね。で、それは何でかっていうと、アーティストというよりもミュージシャンだからなんですよね。音楽を仕事にしていく、だからこそ企業とかゲームとかアニメとかそういうものに対して曲を当てていく、それに向けて曲を作るっていう能力がめちゃくちゃ高いんですよね。で、これがいいのか悪いのかってところで言うとね、賛否両論分かれると思うんですけど、僕は非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。すごいプロデュース能力が高いと、音楽業界で生き残っていく能力が高いっていうのはね、めちゃくちゃいいのかなと思うんですけど、一方でね、ネット上ではね、ポルカドットスティングレイスペース炎上とかね、スペース整形とかね、嫌われてるとか、
まあ結構マイナスイメージも多いバンドではあるんですよ。まあね、ファンの数とアンチの数はね、一緒ぐらいって言われてますから、その分ファンもめちゃくちゃ多いんだろうということだと思うんですけど、そういうね、アンチの方々にね、僕は一言言いたいんですよ。このポルカロットスティングライ、曲めっちゃいいからね、だからちゃんと曲聴いてくださいよという気持ちも込めて、今回5曲、選ばせていただきました。まあそんな気持ちもありつつ、単純に僕はめちゃくちゃ聴いてるっていう曲を選んだので、今回5曲ねご紹介していきたいと思います。はい、そんな前振りを踏まえてまず1曲目はですね、テレキャスターストライプでございます。この曲はね、骨抜き EP と一番最初の EP に入ってるんですけど、まあ、ファーストアルバムの全知全能にも入ってるんですけど、僕はこの骨抜き EP の方のバージョンを選ばせていただきました。まあポルカドットスティングレイといえばこの曲だよねっていう代表曲なんですけども、僕この曲最初聞いた時に衝撃的だったんですよね。今でも覚えてるんですけど、この曲がね結構ネット上でバズってたっていうか、僕のタイムライン上でバズってたんですけど、というのもね、僕の友達の DJ がねこのバンド、そしてこの曲について言ってまして、すごいいいバンドが出てきたみたいな風にツイートしてたんですよ。でそのツイート見て僕はこう思ったわけですよね。まあ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 と、そう言うけども、そんなわけあるかいと、いうことでお手並み拝見みたいな、ね、誰目線みたいな、何様ですかって感じの目線で、まず聞いてみたんですよ。そしたらですね、この曲めちゃくちゃかっこいいやんけと思って、気づいたらリピートしまくってた、そんな一曲なんですよね。では曲自体もめちゃくちゃノリ良くてかっこいいんですけど、まあ、何よりミュージックビデオね、衝撃受けましたよね。まあ、このミュージックビデオね、めちゃくちゃ再生されてるんで、見たことある方多いと思うんですけど、あのメンバーがまあいろんな、まあ、コスプレっていうか、統一された衣装をいろんな衣装着てくんですよ。で、その中でね、ボーカルのしずくさん、こう一点ということもあって、すごい目立つんですよね。それでいて、まあ、例えばね、最初は白シャツで、まあ、黒縁メガネをかけているんですよね。それがまたもう、一部のフェチの人にはぶっ刺さるんじゃないかと思うんですけど、それはそれでめっちゃ良かったんですけど、その曲の後半でね、バニーを着るんですよね。今年うさぎ年、ね、まさにバニーの年なんですけど、そのバニーを着てですね、なんかこういうポーズ取るわけですよ。まあ、僕はそれ見た瞬間ね、もうポルカドットスティングレイじゃなくて、ポルカエッジスティングレイやないかいと、もうそう思ったわけですよね。そりゃ見ちゃうよねって話なんですけど、まあ、そういうね、ちょっとまあエッチな部分も含めて、ミュージックビデオにしてるんですよ。でね、このしずくさんという人がめちゃくちゃ作詞で、まあ、そういうところも含めてミュージックビデオ作ってるんですよね。だからこうバズを狙って作ってるんですよ。おそらくこのテレキャスターストライプっていう曲名、そして曲に関しても、どうやったらバズるかっていう目線で作られた曲なんじゃないかなと思うんですよね。そういうねプロデュース作戦にまんまとハマりまして、そっから僕はもうポルカドットスティングレイのファンになったわけなんですけども、まあ、このテレキャスターストライプっていう曲めちゃくちゃまあいい曲で、かっこいい曲でですね、個人的には2010年代のフォーロックを代表する一曲なんじゃないかなと思うんですよね。もうそれぐらいパワーのある曲、インパクトのある曲なので、まあもちろん皆さん聴いてると思うんですけど、1曲目に選ばせていただきました。はい、続いて2曲目はですね、夜明けのオレンジでございます。この曲は全知全能というファーストアルバムに入ってるんですけども、まあこの曲はね、おそらくインディーズの頃からあった曲なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、というのも僕はメジャーデビュー前に1回ポルカのライブ見に行ってるんですよね。名古屋の池下クラブアップセットっていうね、比較的まあ小さめのライブハウスで1回見に行ったことがありまして、まあそこでもね、まあ、メジャーデビュー直前だったような気がするんで、かなりの人が入ってたんですけど、まあ、そこでもね演奏してた記憶があるんですよ。まあ、今ではねそれぐらいの規模のライブハウスでライブ見れたのはめちゃくちゃ貴重だなと思うんですけども、
まあそのね、この曲がね、めちゃくちゃその記憶とともにね、思い出深い曲なんですけど、まあこの曲ね、まあ結構その結成当初に作られたであろう曲ということもあって、結構ね、みずみずしさとか若々しさみたいなのをすごい感じる一曲なんですよ。まあポルカドット・スティングレイというバンド自体はね、昔から結構完成されてたバンドではあるんですけど、まあちょっと未熟な部分が感じられる曲なんで、結構ね、僕はそこも含めて好きな一曲なんですよね。まあ最近ライブでやってんのかどうかはちょっとね、僕そこまで終えてないんでわかんないんですけど、まあ今ね、成熟したバンドになった状態で夜明けのオレンジまたやってほしいですね。はい、続いて3曲目は化け物だらけの街ですね。この曲は宇宙天というアルバムに入ってるんですけど、この曲はね、まあ珍しくラップを取り入れてる曲なんですよね。これまでの2曲、テレキャスターストライプと夜明けのオレンジに関しては結構ライブ映えする曲というか、ザ・ライブバンドみたいな感じの曲なんですけど、まあ、この曲はね、結構新境地というか、結構その新しい側面だなと感じまして、結構こういう曲好きなんですよね。だからこう、個人的にはもうちょっとこういうテイストの曲いっぱい作ってほしいなって思ってるタイプのファンなんですけどね。うん、まあ最近の曲で言うとフィクションとか、まあ、フィクションも最近じゃないか。まあフィクションっていう曲もね、こういう系統に入るのかなと思うんですけど、まあこの曲というかね、もうこの宇宙天というアルバム自体がめちゃくちゃ僕は好きで、まあすごいいいアルバムだなと思ってるんですよね。なのでもうこの、もう化け物だらけの街か、ラブコールかどっちかですごい迷ったんですけど、シンプルにめちゃくちゃ聴いてる方をね、今回選ばせていただきました。まあ、ライブにおける、まあ、曲としての、まあ、意味合いというか重さで言うと、ラブコールって曲の方がすごい重要な役割というか、すごい意味深い一曲ではあるんで、まあ、それもそれでね、ぜひ聴いてほしいんですけど、この化け物だらけの街、イントネーション合ってるかちょっと怪しいですけど、この曲もね、すごい好きで、僕が今回選ばせていただきましたので、まあ、テレキャスターストライプとか、そういう元気な明るいノリのいいロックバンドでしょって思ってる人にこそこの曲聴いてほしいですね。はい、続いて4曲目は落とし前でございます。この曲はハイパークラクションという EP に入ってるんですけど、まあ、この曲おそらくこのポルカの曲の中で1、2を争うぐらい速い曲なんじゃねえかなと思ってるんですよね。もうそれぐらいめちゃくちゃテンポの速くてすごいかっこいい曲なんですけど、まあ僕ちょっとねギターやってるんで聴いててわかるんですけど、すっごいギター大変そうだなと、めちゃくちゃこの曲弾くの大変そうだなと思いながら聴いちゃうんですけど、まあこのポルカドット・スティングレイのねギターのハルシさんね、めちゃくちゃギター上手いんで多分平気だと思うんですよね。というかそのポルカドットスティングレイのしずくさんもね楽器上手いですけど、そのベースドラムリードギターの3人、まあ、男性陣3人ですね、全員楽器が上手い。まあ、だからこそこういう速くて難しい曲もやれるし、さっきのね化け物だらけの街みたいなちょっとメローなというかシティポップというか、そういう遅めの曲でもねやれてしまうんですよ。そういう楽器隊の、まあ、男性陣3人の技術がめちゃくちゃ高いっていうところも、まあ、ポルカドット・スティングレイの大きな魅力の一つだと思うんですよね。そういうとこも踏まえて、やっぱり速くてかっこいいロックの曲いいよね、好きですっていう人はですね、ぜひこの落とし前って曲をね聴いていただきたいななんて思います。はい、続いて最後の5曲目はですね、ハイド&シークでございます。この曲は踊るようにというアルバムに入ってるんですけども、まあ、この曲もね、3曲目に紹介した化け物だらけの街に近いような印象を受けるんですけど、この曲初めて聴いた時ね、こう最初の A メロがめちゃくちゃ K-POP っぽいなって思って、またポルカ新境地開いたなって思ったんですよね。でそのおしゃれな A メロが始まって途中で、ね、めちゃくちゃ激しくなるところがあるんですよ。でさっきまであんなにおしゃれだったのにこんなにヘドバンするような展開するんですかみたいな、そういう展開で見せてくっていう動画論はすごい好きな一曲なんですけど、まあこの曲に限らずですけど、僕はねしずくさんの低い声がすごい好きで、基本的な歌声はね結構キー高いんですけど、ライブの MC とか歌の中でもですね、極端にこう低い音程というか低音を出すところ
ところがあるんですよ。僕はそういう時のしずくさんがめちゃめちゃ好きで、そういうとこも含めてポルカ好きだなって感じるんですけど、まあ、この曲もねミュージックビデオがありまして、まあ、見ていただくと分かると思うんですけど、この曲のミュージックビデオのしずくさんがセクシーでかっこよくてね、ヒーロー戦隊の敵キャラですかみたいなビジュアルしてるんですよ。まあ、ちょっと角なんかつけちゃったりしてね、ちょっとこう太ももをね出しててですね、思わずねセクシーすぎてごめんなさいねという何回キャンディーズ出てきちゃいますけど、そういうとこも見どころのミュージックビデオなんですけど、この曲にね、とある芸人さんが出てるんですよね。それがジョイマンの高木さんなんですよ。ミュージックビデオの最後にまあおなじみのね、まあ、ラップネタを披露してるんですけど、ポルカの MV といえばこういう芸人さんが出てくるっていうのも一個の面白いとこですよね。他のミュージックビデオで言うと、まあ、ハリウッドザコシショウさんとか東京03さんとか、まあ、名だたる芸人さんがミュージックビデオ出がちなんですけど、そういうエンタメ性もポルカの魅力の一つですよね。単純におしゃれなミュージックビデオを作るっていうだけじゃなくて、そういう芸人さんを入れてね、ちょっとこう面白というかエンタメ性を含ませてくるっていうところもね、しずくさんのプロデュース能力すごいなと。だからねポルカドットスティングレイは音楽もちろんかっこいいんですけど、ミュージックビデオもねエンタメ性高くておすすめなんですよね。はい、ということでポルカドットスティングレイのただただ好きな曲5選喋ってまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ超有名なというか代表曲もありまして、まあアルバム曲なんかも喋らせていただきましたけども、正直まだまだ好きな曲いっぱいあるんですよね。まあそんな好きな曲の中でも今回は5曲選ばせていただきましたけども、この動画を見てるポルカドットスティングレイファンの皆さんね、ぜひあなたの好きな5曲人におすすめするんだったらっていう体で、5曲選ぶなら何選びますかってことで、ぜひコメント欄でね書き込んでいただいて、みんなでポルカの話題でね盛り上がっていけたらいいななんて思っております。お気軽にコメント欄に書き込んでいただければと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで以上、キタヤンカンフーチャンネルでした。ではまた。自分には理解できないものってありますよね。まあ人はね、人はっていうか、他の人はすごいね熱心にやってるんだけど、何がいいんだかさっぱりわかんないものってありますよね。まあ今回そんな話をしていきたいんですけど、別にね僕の友人知人の皆さんそれやってる人からその人をディスってるとかそういうことではないんですよ。僕にはそれが理解できないというだけの話というのは前置きさせていただきたいんですけど、僕ね、登山する人よくわかんないなって思うんですよ。その登山ってね、まあ、すごい、僕もね、学校行事とかで何回かやったことあるんで、まあまあやったことあるんですけど、まあ登山して山頂ね、山のてっぺん行って、すごいいい景色だなと、そこでなんかおにぎり食べたりね、もう格別の味だな、空気美味しいな、なんてわかりますよ。達成感ね。わかるんですけど、その、登山ってね、降りるという工程が必要じゃないですか。もちろんね、そこで暮らすわけじゃないですから、一回登って降りると。でね、その、別に登るときは山頂が目標じゃないですか。山頂に行って、美味しい空気吸って、すごい景色見たいなっていうモチベで上がるんですよ。わーって上がっていくじゃないですか。で、山頂着きました。じゃあ降りますってなったときのモチベ、どこに持ってったらいいかわかんないっていうか、降りる時の、ご褒美がないわけですよ。ね。しかもその、全部見たことある景色でしょ。その、降りるルート。まあ違うルートから降りる方法もあると思うんですけど、降りる時のね、気持ちがもうないというか、何を情熱にして降りてんのかわかんないっていうかね。それでいてね、その、まあ、山にもよりますけど、危険じゃないですか。普通に危ない。ね。怪我するかもしれないし、下手すりゃ遭難する可能性もありますよ。そんなリスク背負って山登りする人の気持ちが僕はちょっと理解できないなぁなんていうね、ずっと自分の理解できないものの一つなんですけど、それを踏まえてね、僕はもうウィンタースポーツも理解できないですね。めちゃめちゃ寒い時にめちゃめちゃ寒いとこ行くっていうですね、本当に意味がわからない。それでその山登るじゃないですか。ここでも登山してるわけですよね。
理解できんもん、なんか2つ合体しちゃってるんですよね。もう寒い時はあったかい空間にいたいし、暑い時は涼しい空間にいたいんですよ、僕は。ね。この現代のテクノロジーを享受していたい人間なんで、ね、なんで寒いとこ行くんだろうってね。そしてなんで山登るんだろう、下るのにっていう。ね。よくわかんないんですよね。もちろんウィンタースポーツやってる友人知人の皆さんいらっしゃいますけど、その人が楽しいならそれでいいんですよ。ね。なんすけど、ウィンタースポーツはね、理解できないですね。山で、しかも雪山でしょ？雪崩の危険性あるじゃないですか。自然災害。ね。雪崩が起きたらもうね、大変ですよ。逃げるの大変だと思います。それでいて、雪崩起きなくても、下ってくる、スキーとかスノボで下ってくるときに、もしかしたら転倒するかもしれないじゃないですか。で、転んだとき、まあまあ、おそらく骨折するでしょうね、と。ね。骨折に行かないまでも大怪我する恐れありますよね。普通危険なんですよ。さっきからも危険なとこを避けまくってるというか、山登り危険ですね、と。ウィンタースポーツ危険ですね、っていう。どんだけ危険から逃げてんだっていう感じなんですけども、危険なとこ怖くいってね、怖くないですか？危険なことをわざわざする意味がわからないんですよね。だってそれ言い出したらね、街歩くの危ないですよ。ね、いつ交通事故が吹き込まれるかわかんないというですね、ヒヤヒヤしながらもうね、歩いてるっていう。まあ、街ぐらいなら全然いいんですけど、もう登山、ウィンタースポーツ、もう危なすぎる。ね。それでいて寒すぎるというですね。行く意味がわからない。それでいてお金払って過酷なところに行くという行為がちょっと僕には理解できないなというお話でしたね。はい。ウィンタースポーツ、そして登山好きな方すいませんと。これ見てたら申し訳ございませんね。それを踏まえてね、こういう楽しさがあるんですよとかね、言うかもしれないんですけど、すいません。それ理解できないんですよ。だからなんだって話なんですけど、嫌いなわけじゃないんですよ。それをやってる人が嫌いなわけではない。ただ僕には理解ができない。ただそれだけの話なんですよ。そういう話を今後やっていきたいと。アフタートークでね。僕にはこれが理解できないんですよねって話をね、ちょこちょこしていきたいと思います。その話をするたびに敵が増えていくかもしれませんけども、ディスってるわけではないというのをご理解いただきたいななんて思います。というわけで、次の動画を見ていただきたいなと思っております。というわけで以上、キテヤンカムジェネレーションでした。ではまた。